基礎山脈は、本州の中央部を長野県の木曽谷と稲谷にまたがって南北に連なる、木曽川と天竜川に挟まれた山脈である。通称中央アルプスとも呼ばれ、飛騨山脈、赤石山脈と共に、日本アルプスと呼ばれることもある。基礎山脈は、飛騨山脈や赤石山脈とは違い、3000メートル級の山が存在せず、山列も単純な一列で東西の厚みがない。 その意味では、日田山脈、赤石山脈に比べて、山脈の規模は大きく劣る。南は、南川高原へと連なっている。最高峰は、木曽駒ヶ岳の2956メートルで、長野県か、信濃の国の河市にも出てくる。木曽駒ヶ岳以北は、中古清掃である砂岩、血岩、石灰岩といった岩石で構成されるが、それより、南は、 河口岩となっており、基礎山脈は、河口岩の山脈であると言っても、過言ではない。基礎山脈の主稜線は、三河高原、尾張丘陵及び、北丘陵を経て、北半島最南端の弾み先まで連なっている。また、その尾根に沿って、基礎山脈西側を流れる基礎川から取水している、愛知用水が流れている。基礎山脈の谷は深く、808国と言われている。 流れ出た川は、与田ギ川、大田タ川などタ切川といった名前が多い。これらの川が谷幅が広がった地域に出ると土砂を堆積させ、扇状地を形成した。その後断層活動と河川の侵食作用によって、扇状地は左右に分断され、川底は深く切れ込んでいる。この地形をタ切地形と呼んでいる。 田切地形の中を流れる川だから田切り川と名付けられたのであるが、生因から言うと逆である。稲地方の天竜川の支流に多く見られる。基礎山脈の範囲については、諸説あり、最も広い範囲は、京ヶ岳から大川乳山とする考え方で、全長約 65km になる。狭く見ると大棚乳山からすりこぎ山までの約 35km とする意見もある。 その他南の範囲を、恵那山までとする有力な説もある。また、さらに南西に伸ばし、矢作川水系の上、村側を越えて三国山までとする考えもある。木曽山脈と御嶽山との間には、日本の代表河川である木曽川が流れており、御嶽山は明らかに木曽山脈の山ではないが、登山ガイドブック等で木曽山脈の情報量が少ないために、便宜上、 御嶽山を基礎山脈と共に掲載している例がたたみ受けられる。本来は基礎山脈、御嶽山と題して紹介されるべきであるが、単に基礎山脈と題されているガイドブックも多いため、御嶽山お山及びその周辺の御嶽山系を基礎山脈の一部の山であると誤認している人もいる。飛騨山脈は中部山岳国立公園に赤石山脈は 南アルプス国立公園に指定され、国立公園として自然の保全が図られているが、基礎山脈は国定公園にさえ指定されていなかった。隣の御竹山も同様の扱いで、これは基礎ヒノキを主とする林業に配慮したものである。ただしその下のレベルでは、基礎山脈県立公園として長野県の県立自然公園には指定されていた。 令和2年3月27日、自然公園法に基づき国内57カ所目となる中央アルプス国定公園に指定された。南部のエナ山の岐阜県側は、法山形立自然公園に指定されている。木曽駒形の農外家、法剣岳の洗浄時期カールと、極楽平、三の沢岳、南駒形岳のすり鉢窪カールなど当面に建国が広がる。その建国は、 大規模な鉱山植物の群生地となっている。飛田山脈や赤石山脈と同様、海抜1500から1600メートル前後までが山地帯、1500から1600メートルから2500メートル前後までが赤鉱山地帯、それ以上が森林限界の廃末帯、高山植生となっている。昭和30年代までは、木曽駒ヶ岳から宇津木岳にかけての廃末帯には、 大腸が生息が確認されていたが、その後、木曽山無薬からは絶滅したとされている。将棋か白山から仙外霊にかけての稜線には、木曽山無薬の鉱山体の固有種であるコマウス薄キソウが自生している。江戸時代には山岳信仰の対象となっていた木曽駒ヶ岳は、1891年にウォルター・ウェストンが登頂してから近代登山が始まった。 木曽駒ヶ岳山頂周辺に山小屋が建設され、登山道が整備され、昭和に入ると登山者が増加した。1967年7月に駒ヶ岳ロープウェイ開通に伴い、ロープウェイの終点の線上時期や木曽駒ヶ岳に多くの登山者や観光客が訪れるようになった。コスモ山より北側には登山シーズン中に営業を行う友人の山小屋がある。 登山道場にあるキャンプ指定地は、駒ヶ岳頂上山荘の一箇所のみである。コスモ山より、南部は、友人の山小屋なく無人の避難小屋があるが、北部と比べて訪れる登山者は少ない。戦場が竹から望む基礎山脈小集山から望む、基礎山脈原島の基礎山脈宝剣竹と、戦場時期カール南駒ヶ岳とすり鉢久保カール、解説画像以下の峠は、 木曽川水系と天竜川水系との分水嶺となっている。えな山トンネル以下の山脈を貫く大規模なトンネルがある。以下のスキー場が山麓や山上にある。赤石山脈、山福山山頂から見た木曽山脈と飛騨山脈の山々。ありがとうございます。